長島勝次は、かつて複数のプロレス団体の運営に携わった人物である。新日本プロレスでは、取締役、WJ プロレスでは、専務取締役を務めた。島根県出身。専修大学卒業後、毎遊新聞社を経て、東京スポーツ新聞社に入社。東スポ在籍時からガッツ、石松大、藤原敏夫の実現に向けて暗躍するなど、 後の仕掛け人としての変人を見せていた。その傍ら、その後の名誉聴取時からと恋になる。1988年、新日本プロレスに入社。生涯担当、企画宣伝部長として UWF インターナショナルとの対抗戦など、ヒット企画を生み、平成のプロレス仕掛け人あるいは背広レスラーの異名を取るに至る。取締役時代には、 長州と共に新日本プロレスにおいて大きな発言力を誇った。しかし、新日本プロレス内での派閥構想に敗れ、2002年、新日本プロレスを退団した。退団後、他団体のアングルを企画するなどの目的で、長島企画を設立した。長島企画は、後に新日本プロレスを退団した長州が合流し、名称を、力長島企画と変更した。 長島は、長州が合流したことにより、力長島企画で、長州力のプロデュースも行う予定でいた。その後、長州の谷町であった北海道を中心に、活動する企業家、福田正治の資金協力が得られることとなり、福田正治を社長とした WJ プロレスを設立し、自らは専務取締役に就任した。長島は、力長島企画を、 WJ プロレスのアングルなどを企画する会社として活用する予定であったが、WJ プロレスに専念してほしいという福田社長の意向により、力長島企画は事実上の活動停止となった。WJ プロレスの設立に伴い、大森隆を佐々木健介らを次々と引き抜いた。この時、健介の新日本対談に対して、長田博史から、 裏で手を引いている奴がいる。背広着て、タバコ吸って、頭からごま塩をかけた奴だと長島を非難するコメントが出された。上記の一件から長島がネット上でごま塩と呼ばれることがある。2003年3月に旗揚げされた WJ プロレスであったが2004年7月経営の悪化により活動休止。 長島は残存レスラーによって立ち上げられたリーキプロには関与せず、長州と田元は勝ち、WJ の内情を綴った地獄のアングルを出版。内外タイムスの格闘技記事の責任編集者としてマスコミ界に復帰したが、一心上の都合により2006年秋に退職。総合格闘情報フリーマガジン、ビバファイト編集人としても活躍。2008年5月には、 高楽園ホールで昭和の名レスラーを集めた昭和プロレスを主催した。2012年6月 DDT にて高木三四郎が率いる NWJ の最高顧問に就任した。2016年1月バトルニュース編集長就任。2020年4月1日 YouTube に長島親父の格闘チャンネルを開設し第1回の動画を公開した。アシスタントに 元週刊文具の編集長、金沢勝彦起用。8月には登録者数が1万人を突破した。ありがとうございます。